2日目でまあまあ午前中終わって結構あげたかなと思うんで、しかも暑いです以上そうですね、やっぱ沖縄のキャンプが J リーグ増えてるんで、自分たちちっちゃい時に J リーグキャンプするってことはなかったんで、いつも野球選手だけで、やっぱ沖縄の少年とかが J リーグの選手見て、これからも J リーグが沖縄から出ればいいかなとは思います。人気っていうか、まあ友達とか来たんで、まあ友達がまあいろんな選手に会えてすごい喜んでたんで、友達みんなサッカーしてる友達来てて、9割が実は桜だったという。桜ではない9割が仕込みだったという。仕込みでもないまあすごい喜んでもらってたんで、9割が仕込みです。前の人に入れてすごい嬉しかったですJ リーガー沖縄観光大使として今年の抱負を一言聞かせてください。今年はやっぱまず試合出ることが一番の目標だし、あとやっぱ優勝することが大事だと思うんで、力になるように頑張っていきたいと思います。まあ今年は頑張るんで応援をよろしくお願いします。沖縄観光大使、沖縄 J リーガー観光大使比嘉祐介何も書いてないからね